はい、皆さんこんにちは。テリオン TV へようこそいらっしゃいませ。数ある実況動画の中から私の動画を見ていただき誠にありがとうございます。それではやっていきましょう。EVE8 ラクリモーサオブダナということで、地下聖堂はですね、一応今行けるところまでは全部攻略いたしましたので、王家の谷にね向かっていきましょう。はい、ということでですね、地下聖堂ですね、地下聖堂から転移で来れると思ったんですが、転移がどうやら使えなかったので、歩いてここまで戻ってまいりました。では行きましょう。この石板はセレンの園は各々の時代を生きし、種の怨念、想念がたどり着く場所。想念を糧として、想念とはすなわち種の生きようとする種の生きようとする意志に他ならない。あらゆる時代に生きた種の意志、積み重なりし想念、それらこそが超越者のごとき大いなる力を育む。想念の木が育ちしとき、あらゆる摂理や理法に干渉し、まわしき涙の日の克服が可能となろう。やっぱりここがセレンの園、流れ込んでいるのが種の想念ってことなのかな。ずいぶん弱々しくなっている。木が育てば力を得られそうだけど、この様子じゃやはりここへたどり着いたか。セレンの園か、懐かしいの。この場所へ来たということは、まだ仲間になる気はないようじゃ。あなたたちもこの場所は？もちろん知っています。この園は私が作ったものですから。え？それはそうと、てめえなら気づいたはずだ。ここの水道橋は各時代を象徴する種に対応している。あの弱々しく流れ出ている想念はてめえらエタニア人のものだ。ラクリモサほどの摂理に干渉するには膨大な想念が必要だ。想念の木を見ればおのずとわかる。あの木はまだまだ若い。地上で生きた過去の種の想念を積み重ねても未だ足りていないのだ。すでに火色の余地とやらで見えているのじゃろう。この時点で滅びゆくエタニア人を救う術などありはせん。あなたは最後まで本当によく頑張りました。だからこそ理解したと思います。ラクリモサを止めることが到底不可能であるということを。ここが、この園が最後の頼みの綱だった。ダーナさん、今日のところはこれで失礼するとしましょう。もしその気になったらいつでも私たちを訪ねてきてください。あなたはもう進化の森人の一員なのですから。もしかしてと思って最後に呼びかけてみたけど、やっぱりダメみたいだね。あなたは？いつまでこうしている気だ。相次ぐ天変地異によって
すでにエタニア人すべての命が失われた。親友であったオルガとやらもこの世を去ったのだろう。オルガちゃんは王宮に残った人たちをまとめて最後までエタニアを導こうとしたよ。とっても立派だった。そうか、私が言うのもなんだが、もう楽になっていいのではないか。この上お前は何のために。私にはまだ助けられる人が残っているから。一体誰のことだ。エタニア人たちはすでに。そうじゃない、遠い未来でラクリモサと対峙するアドルさんたち、そして進化の森人という呪縛に囚われ続けているサライちゃん、あなたたちを助けたい。気づいていたのか。私たち森人を呪縛から解放するなんて意味のない話だ。それにそれが何を意味するか分かっているのか。森人のみんなが私を見るね。まるで自分自身を見守るような目をしてるから。何を、まさか。なぜそこまでできる。これは一体何があったのです。状況に耐えきれず自ら命を絶とうとしたってことか。すでに体が不老不死であることは理解しているはずじゃ。衝動的かつ無意味な行動じゃな。いや、そうではない。こいつはまさか。なるほど、そういうことでしたか。あのままでは絶望の果てに彼女は森人とならざるを得ません。ですから自らを封印することで森人となることを拒んだのです。なんと、おそらく彼女は次のラクリモサで目を覚ますだろう。そして再び立ち向かうつもりだ。ん？本気なのか。見かけによらず根性の座った女じゃねえか。だがこいつが眠っちまったら誰が次の森人を見出すんだ。大樹が進化の輪廻を防ぐ限り、おのずとその時は来るでしょう。それにしても不思議じゃの。彼女程度の存在がラクリモサに抗い、こんな選択を許されるものじゃろうか。彼女にはなぜか次の首都更新する力があった。考えてみると、その力ですら本来許されるものではない。わしらが知り得る以上のことが起きているとでも言うのか。今のところは何とも言えません。いずれにしても彼女が選んだのは果てしなく険しい反逆の道です。大いなるラクリモサの前に何かが変わるとは到底思えません。それに我々たちは成り行きを見守ることが役目。彼女のことも見守るしかなかろう。主の移り変わりとともにな。だなね。今のは、想像以上に壮絶な出来事だったようだな。
ええ、ダーナさん、こんな経緯があったなんて。大丈夫かい？アドルさん、大丈夫だよ。おかげで全部思い出せたみたい。私はアドルさんを待っていた。次の週へ、みんなへと希望をつなぐために。ダーナね、これでダーナさんが森人と行動していない理由も分かりましたね。おや、正直ぶったまげたぜ。自分で自分を封印したなんてな。あの時はあれ以上以外に考えつかなくて。だが、おかげでやるべきことが見えたようだ。確か、セレンの園だったか。そうです。唯一のラクリムサを止める手段ということでしたが。おや、わしらもそれにかけるしかねえんじゃないのか。うん、王家が封印してきた遺跡で私もかなり苦労して存在を知ったの。生きようとする意志、想念を集めて摂理に対抗する力を育む庭園。なんかそんなにいいものがあったのか。それを森人の一人が作ったというのは驚きだったがな。ええ、いずれにしても王家の墓所へ行って確認したいところですね。うん、ひもろぎを植えたからあの場所に復活しているはずだよ。もし想念の木が十分に育ってさえいてくれれば。そういや、あそこで会った森人、ダーナの友達だったんだな。ええ、サライさんでしたか。それにしても驚きましたね。でもよ、森人が女王様ってどういうことだ。それについては私もまだ知らない経緯があるんだと思う。アドルさん、とにかく今はセレンの園は急ごう。ええ、セレンの園は王家の谷にある墓所の最奥でしたね。うん、詳しいことは向こうについてから話すよ。よーし、いざ出発。再び精錬島全域への転移が可能になりました。はい、ということでですね、非常に、辛い過去でしたね、ダーナの過去はね。やっぱりウーナはサライちゃんでしたね。うん、ということでですね、全域に転移が可能になったので、行けなかった場所にね、行っていこうかと思います。ここら辺とかもね、あ、ここはストーリーの目的地か。行けなかった場所で、ここね、23人で行ける四聖代の大穴の石柱とかね、あるので、この辺もね、回収していきたいと思います。はい、ではですね、まずこの、ロディネ湖沼地帯の、ここのね、白酒のね、原料を集めに行きましょう。おっと、主がいるぞ、こんなところに。気づかなかった。じゃあちょっと主にしちゃいましょうか。ほい。おーい。まあ、サライちゃんもね、多分、その、ラクリモサにね、抗うために、頑張って、いい感じだね。女王様になったんでしょうかね。どうなんでしょうね。女王様になった経緯っていうのはちょっとよくわかんないよね。で、しかもラクリモサが怒った後にすぐね、いなくなっちゃうっていうね、サライちゃんね。そこはね、ちょっと、謎ですよね。もうやっぱり止め、ラクリモサは止めたくて頑張ってきたけどダメだったから、サライちゃんも諦めちゃったのかな。わかんないですけどね。不老不死の存在なんでね、サライちゃんもね。うん、こいつ強いぞ、めちゃくちゃ。さあ、ダーナ頑張って釣り上げるぞ。まあ、それ直接ね、サライちゃんに聞きたいですよね。なんでエタニアの女王になったのかっていうね。前の女王がいなくなった後にね。てか、女王ってそもそもイタニアの女王がそもそもそういう進化の森人しかなれないとか、そういうことだったのかな。やったね。はい、ボルダート。あー、またボルダートか。まあ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 、まあ、よし。それじゃあここはですね、泥沼を歩ける装備じゃないと渡れないので、これかな、ということで降りましょうか。ほっ。で、目指す先はこの先だったかな、こっちかな。いやー、過去編もね、非常に、苦しかったですね。もうエタニアの人々が全員亡くなってしまったっていうのが非常にね、厳しかったですね。そしてあの優しかった、ね、おばちゃんとかもね、ダーナに対してね、非常にこう恨みをね、持つようになっちゃったというね。
綺麗ですね。うん、なかなかのどかな場所になったようだな。うん、そうだね。あの時のことを思い出した？うん、それもあるけど、こうして身近なことは変えていけるのに、ラクリモサに至る流れは止められなかったんだなって思って。ああ、確かに私たちにできるのは所詮些細なことなのかもしれません。ですが些細なことでも積み重ねていけば歴史を変える可能性だってあるはずです。おや、ダナだってすぐはそのために行動してたんだろ。わしらも同じさ、今は諦められねえから頑張るんだ。ああ、そうだね。ごめんなさい、少し弱気になっていたかも。みんなと一緒にここまで来れた、私がしてきたことも無駄じゃなかったんだと思う。今ならきっと、みんな一緒に行こう、最後の最後まで。うん。あれ白酒の調達はこの上か。よっと、おっと、新しいとこ来たぞ。悠久の丘。あ、なるほどなるほど、ダーナが過去で水を通したからここ行けるようになったのか。はい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 。あれは最古の粒子と言われる種類だね。この辺りは周囲の様子もちょっと違うようです。金域の奥の楽園というわけか。あ、何かあるの？はい、レベル63エルディロ・ブロンディア。はい、最後の粒子さん、ちょっと戦っちゃいましょうか。よいしょ。ほい。やっぱね、過去の時代はダーナ一人で頑張って戦ってたじゃないですか。まあ、オルガちゃんも協力してくれてたけど、うん。でも今の時代はね、ダーナがその昔したことが、ね、今の時代にしっかり影響してきて、いろいろとね、世界が変わってきているので、まあ、そういった意味ではね、チャンスありますよね、今の時代ね。ほい。これですよ、あいつ。エイジ。いや、なんとしても役にもさ止めたいよね。止めなかったらだってみんな終わりだもんね、この時代がね。いや、非常にこれはなんだろう、こう本当に止めたいって気持ちにさせてくれる背景の付け方が上手ですよね。すごいね、ストーリー上のね、これ止めなきゃ世界終わりですからね。さて、白酒のところがね、全然ね違う場所なんで白酒ね、また取りに戻らなきゃいけないんですが、ちょっと先に進んじゃいますね。でこの草食動物ね、全然攻撃してこないからちょっとかわいそうですけど、レベル上げるのには非常にいいんじゃないかなと思いますね。動きが遅くてですね、雷はたまに打ってきますけど、うん、そんなにこう攻撃されないので、うん、ダーナ HP ちょっと低いですよね。でこの足元に張り付いて攻撃してたら倒せちゃうね、こいつはね。楽は楽ですよね、ある意味。さあ、ラクニモサのことはですね、他の人に伝えるのかな。もうエタニア滅んじゃったからさ、本当にイベントが一個こなせなかったのが非常にね心残りですね。あ、何がもらえたんでしょうね、あのイベントね、あの龍二の効果を上げるイベント。よいしょ。うわ、ダーナの HP がやばい。この竜は強いんですよね、非常に。天竜のタイガー、青少光。いやー、レアなアイテムここ大量に手に入るんで、うん、いいですね。エタニアの王宮もね、しっかりとこう復活してね、ダーナがやったことがいろいろとね、この世界に影響を与えて、だってね、ダーナがいろいろやってなかったらアドルたちは絶対にたどり着かなかったわけですからね。ラクリモサという現象にもね、知らないままに終わってましたからね。古き勇士たちの墓標。あ、待って、墓碑、ここにオルガちゃんの墓碑があるのか。ラステルとかありえるね。え、あ、誰かいる。うむ、ひょっとすると記念らは私と同じロンバルディエゴに乗り合わせていた者たちなのか。もしあなたは。久しぶりですね
失礼ですが誰でしょう。久しぶりですね。アドリ・クリスティン、覚えていてくれたようだな。セルセタ地方の総督であるこのグリス・ゼルダを。まさかキデンが同じ船に乗り合わせていたとはな。セルセタ総督、私の記憶違いでしょうか。セルセタ総督だと、なかなかの神話の方と聞くが、まさか女性だったとは。総督？総督ってなんだ。ま、ロムン帝国のお偉いさんってとこか。うん、それにしても綺麗な人だね。グリゼルダ。うん、礼儀として一応改めて挨拶しておこう。私はグリゼルダ。肩書きは紹介の通りだが、この島ではそんなものは腹の足しにもならない。私のことはただの漂流者と思ってくれ。あの失礼ですが、以前お会いしたことがありませんか。うん、その恐れながら以前テイトでお会いした皇女殿下に面影が。皇女殿下だって。まあそのためなかなか面白いことを言う。皇女がセルセタ総督を名乗り、ここで漂流生活を送っていると申すか。天地がひっくり返ってもそのようなことはあるまいの。アドル・クリスティン。そうですか。大変失礼なことを申しました。がどうやら他人の空にだったみてえだな。うん、だがなぜセルセタの総督殿がロンバルディア号に。ロンバルディア号へはとある視察の帰りで乗船していてな。私もまさか彼の精錬島に流れ着くとは思ってもみなかった。だがそれ以上に驚いたのは、この島に文明の跡があったことだ。アドルに出会ってからこの手のものを放っておく気になれなくてな。私なりにいろいろと調べ物をしていた次第だ。なるほど。ですがお一人でよくご無事でしたね。うん、自分の身を守れる程度には剣をたしなんでいるからな。それより島の状況についてはどうやらキレンらの方が詳しそうだ。よければいろいろ教えてもらえないか。アドルたちはグリゼルダに簡単に状況を説明し、水晶石の指輪を渡した。なるほど、おおむね理解したが、事態は思った以上に深刻なようだ。獣との戦いにしても戦力は大いに越したことはない。これより私もその漂流村とやらに合流させてもらうとしよう。おお、グリゼルダが漂流村に参加することになりました。いやー、やりましたね。グリゼルダさんがそのセルセタの樹海っていうのがね、確かイース9の後にね出たんですよね。でそれイース8っていうね冠を名乗ってないんですけど、うん、でそこで多分出会ったのがグリゼルダなんですよね確かね。お宝がある。なんだこれ、覇者のガン、覇者の。やっぱ現代編はいいですね、明るくてね。過去編暗いからな。覇者の玉体、攻撃を受けるとエクストラ上昇大。、うん、これもあってもいいかもね。エクストラ使い放題になっちゃうね、そしたらね。さてと、こっちのイベントはもうこなしたので、あ、もうないのこれ。悠久の丘これで終了。あー、なるほどなるほど、こっちか、これか。もうすぐだったね。ウロニを発行した樹液が溜まっている。はい、発行樹液を手に入れました。よし、これでイベントはこなしましたね。ではここね、死生代の大穴の石柱をね開けに行きたいので、死生代の大穴はどうやったらいけんだろうねこれね。さあ開けちゃいますよ。はい、石柱のようなものが倒れて入り口を塞いでしまっている。うん、はい、支援要請出しますよ。はい、リトルプロに頼んで支援要請を出し、漂流村のみんなに集まってもらいました。一丁やろうや。仕方ない。あ、カーロン卿が手伝ってくれてるね。全員の力を合わせて石柱を撤去しました。よーし、はい、青木調合所守り。よーし、青木調合所か赤木調合所かなんかが手に入るかな。次はここだね、水と森の。
丘八重市から進んでいきましょうか。どこになるのかな、ここ、ここじゃないね、この下だね。あ、ここか。よし、はい、高く積み重なった土砂が入り口を塞いでしまっている。ほい、みんな頼むぞ。みんな揃ったみてえだな。しかしまあ、いつの間にか大所帯になったもんだぜ。ここまで来ると爽快だな。みんなとなら何でもできそうだよ。ええ、心強い専門家も多いですからね。土砂崩れくらいみんな手慣れたもんだぜ。土砂っつってもガチガチに固まってやがるな。少し重いけれど頑丈なシャベルを用意してるわ。こちらを使いましょう。いい鍛錬になりそうだね。あのすばしっこい古代種が寄ってきたら厄介だよね。最初の見張り当番はレイヤとリコッタかな。オッケー、任せとけっての。あ、喉が渇いた人は言ってよね。美味しい果汁水を限定販売中だから。この人数じゃ2時間もあれば片付くじゃろ。ちょうど昼時だな、ご飯が楽しみだ。確かにみんな頼もしい限りだよね。うん、みんなよろしく頼む。どうか任せてくれたまえ。よし、みんなそんじゃ取り掛かるとしようぜ。はい、こうして恐竜者たちは一致団結して仕事に取り掛かった。風雨にさらされ固く固まった土砂もあっという間に片付けられていくのだった。全員の力を合わせて土砂を撤去した。助かったぞ。おお、最後だったからかな、イベントね。沈黙の塔だって。しっかりしたイベントになりましたね、最後。龍門岩が普通に手に入る。レベル71。ここはやっぱりまだ行くのは早かったか。はい、落車。よいしょ、レベルが高かろうがなんだろうがやってやるぜ。よいしょ、普通に月位行くと手に入るね、ここね。これでもね、あれですね、ファイナルファンタジー12に似てますね。FF12 もね、こういうとこありましたよね。なんとか行動っていうところがあって、そこでね、結構ね、いいアイテムが手に入るんですよ、確か。記憶にね、まだ残ってますよ。でね、確か FF12 はチェインっていうのをね、貯めていくんですよね。連続で敵を倒していくと、そのチェインっていうのが溜まっていって、それによってですね、もらえるアイテムのグレードが変わっていくっていう、そういうシステムだったなって記憶があって、でそのね、チェーンが溜まりまくっていくと、もらえるアイテムがね、連続してなんかレアなアイテムがたくさんゲットできるみたいな、そんな感じだったと思います、確か。で結局セールしてたんですけど、 FF 上には買わなかったですね。まあ実況する多分時間がないなっていうのもあって、かといって実況外でやる時間もないなっていうのもあって、で結局ね、買わなかったっていうね。あ、もし本当に時間ができてやれるなって思った時には、まあ買ってもいいかなって気もするんですけど、今はちょっと苦しいですね。これさ、ここの敵、あのダーナ編に出てきたような敵に見えますね、過去のダーナ編でね。よいしょ、よいしょ、こい強いな、レベル74か、どうりで強いわけだ。パワーストライクをひらめいた。やっぱちょっと自分たちよりも強い敵と戦うといろいろひらめきますね。よくわかんないけど、ここね、ガンガン攻めてんですけど大丈夫かな。よいしょ、さあレベル72の相手を戦っておりますね。さあダーナ強いぞ。さあここはちょっと暗いんですね、画面がね。ここはね、手前に戻ってこっち側の奥に進んでいくのかな。さてこちらにお宝がありそうですが、サードもなんかパワーストライクとかのなんか覚えてたんで、つけちゃいましょうか。マグナスウェーブもそろそろね SP27 なんでね、
もうちょっと強い技に変えてもいいよね。パワーストライク18か。カタラクトレイジね、これつけちゃいましょうか。誰もいないのにぶちまけてもしょうがないでしょ、サカド。ちょっと、純ヒーローカネ。マジか。こんなところに純ヒーローカネがあった。来てみるもんですね。これで最強の鎧が手に入るというわけでございますね。中もかなり朽ちていますね。この塔は一体。そういえばこの辺りに大手御用達の工房があったはずだけど、使えそうなものでも残っていれば。なるほど、大手御用達の工房があったって、ここに。じゃあここで最強の武器が手に入るってことかな。さあ、これがサガドのね、強い技ですね。あ、強いね、サガドね。王家御用達の工房、あのリフォーグ職人さんのね、とこではないなさそうですけどね、王家御用達の工房ね。ちょっと工房ね、ちょっと奥に、さらっと奥に行ってみるか、まずは。はい、では行きましょうか。これ明らかにボスだよね。何これ、うわ、ゴーレム。さあ動き出したぞ。覚醒セシ、ゴーアンの退治、メフォラッシュム。ゴーアンの退治、これ退治なの。覚醒してしまいました、メフォラシム。はい、レベル80。ほい、よいしょ。おダーナ大丈夫か。ダーナ竜の力を覚醒させて、そしてよいしょ、ブーメラン6つ。おーっと、よいしょ。さあ覚醒、そしてお、ははどうは死んでしまう。なんだこれ。さあ、おし、チャンス、今がチャンス、今がチャンス。ああ、起き上がるのも早い。メフォラシムさ、連続攻撃を食らうとダーナでもかなり危ないんで、てかダーナ守備低いですよね。とにかく回り込んで、攻撃を受けないように気をつけてやっていくしかないよね、これね。まだまだいけるよってダーナ言ってるけどね、結構厳しいよ、強いよこいつ、本当にマジで。うわ、レベル60ぐらいで挑んでるわけだからね、80のやつ。くわー、よいしょ、アイスエイジ、よーし、勝ちました。いや強かったね。いや、蘇生薬初めて使ったかな、蘇生薬とフルポーションね。リヒトにまた新しくね、作ってもらいましょう。さあ、黄金の宝が出てまいりました。一体何が眠っているのでしょう。粘石とか眠ってないかな。はい、空の宝冠を手に入れました。なんだそれは。HP1 で踏みとどまる。あー、太陽神の祝福を受けた古の宝具、致命的なダメージを受けても HP1 で踏みとどまる。特にいらないかな。いや、苦しかったねこの戦いね、非常に。よいしょ。さあ、アイテムをどんどん回収していきましょうか。さあ、お宝がここにあるはずなんですが、見えないね、お宝ね。ここ、お、ありました、ありました、合流の獣害。よーし、ここはこれで 100% になったんじゃないか。あー、やりました、やりました。なんとか沈黙の塔、クリアできましたね、沈黙の塔。それではアドル君、技を教えてもらいに行きましょう。最後は赤毛、お主だと言っている。師匠に完熟マンゴーを献上します。はい、ということでアドル君、よいしょ、うん、あ、レベル60なんでね、まあアドル君は、よいしょ、うん、アドルも63ぐらいだよね、多分ね、レベルね。よいしょ、
この技は積極的に使っていきましょう。あんま攻撃力ないけどね。とりあえずこの技はマスターさせなきゃいけないんで。よいしょ。さあまたコングさんが、よいしょ、ポニー。でも派生技がありそうだからね。よし、まあ比較的楽に勝てたかな。どうやら終わったようですね。アドルニー師匠の技使う。おお、これは強い。ブレイブチャージを習得しました。うん、教えてくれてありがとう。別に教えたわけではない、お主が勝手に覚えたのだ。そう言ってる。お師匠さんはテリアだね。まったくだ。それにしてもこれで6人全員が技を教えてもらったことになりますね。うん、どうかしたのか。全力で戦いたいってこと、師匠。お主たちに教えてられることはもうないが、リコッタの先輩殿から集落が大変と聞いている。よければ助太刀してやろう。マジかよ、本当か師匠。助太刀というと、もしかして迎撃戦に参加していただけるのですか。グハハ、そいつは心強いな。うんうん、これ以上ない助っ人だよ。いや、まさにその通りだね。ねえアドルさん、では頼まれた。一足先に村へ向かわせてもらう。こんなん来たらさ、迎撃されるよ、いきなり来たら。うふ、思いがけない助力でしたね。しかり師匠がいれば100人いな、1000人力。でもいくら村守っても世界が滅んだらね。マスターコングの好感度がマックスになった。マスターコングが迎撃戦に参加することになりました。はい、ということで、もうほぼね 93.358%。 うん、まあお宝もね、素材もかなり集めておりますが、一旦ね漂流村に帰りましょうか。はい、戻ってまいりました。依頼がまた出てないかな、掲示板ね。あ、カトリンさんね、これいけるし、白酒もいけるんで。胎児を取り巻く霊の霧、理屈は分からんが、あれが次々と古代史を送り出しているとしたら、あれが消えない限り襲撃もやむことがないということか。もはや猶予はない、急いで先へ進むぞ。うん、ついにダンさんの記憶が全て戻りましたね。ですがまさかここまで深刻な事態になるなんて。私たちは一体どうなってしまうのでしょうか。いけませんね、こんな弱気では道を開いてくれたダーナさんに笑われてしまいます。アドル、とにかくセレンの存在に急ぎましょう。うん、遠い昔からダーナさんが紡いでくれた思いに応えるためにも。いや、よかったね、アドルたちに発見されてね。これわけわかんない人に発見されたらこんなねことにはならなかったもんね。まあまあまあ、ダーナがでも予知で見てたからね。アドルに腕の印痛くないか、大丈夫なのか。アドル兄はあいつらの仲間、違う、リコッタの兄上だ。旦那にも同じだから、二人を助けられるよう頑張る。うん、まあ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 、あいつらと違うって言って寝返る可能性もありますよ。古代地がいくら攻めてこようと、私たちは決して諦めません。そうですよね、アドルさん。うん、そのためにも力を貸してくれ。はい、もちろんです。アドルさん、どうかくれぐれもお気をつけて出かけてくださいね。恐竜村のことなら心配ありませんので。アドリア、なんだかとんでもない話になっちまったな。聞いた話じゃ、わしの故郷もラクリモサに飲み込まれちまうらしい。そうなったらクレテ島のあいつらは。わしは腹をくくったぜ、ここで逃げ出すわけにはいかねえ。だからアドリア、一緒に戦ってくれねえか。わしはこの島を出て故郷へ、あいつらの待つ故郷へ帰りて。うん、いやもちろんね、アドルはもう戦う義務があるからね。すでに選ばれちゃったんでね、アドルはね。おや、また新しい調合書が見つかったんですね。では早速拝見させてもらいます。
うん、守りの連絡。じゃあちょっと話しましょうか。約束の備蓄も心もとないですが、大丈夫です。まだしばらくは持ちこたえ戦見せます。アドルさん、こちらのことは任せてください。朗報をお待ちしています。うん、セリフはちょっと変わってないね。こんにちは。じゃあね、フルポーション1個ね作っておきましょうか。ほい、はい、どうぞ。で、使ったのは蘇生薬でしたよね。まあでも空き瓶が1個余ってるんで、それだったらもう胎児の蘇生薬の方がいいですよね。まあこれ1個作っとこうか。ではお渡しします。で、空き瓶がまだ1個余ってるのか。そしたらフルポーションもう1個作っとくか。ほい、どうぞ。よーし。で、甘い妙薬ね。忍者の妙薬。よし。あとの人は会話は多分変わってないんじゃないかな。ドギもね。アドル、どうしたんだ。またなんか分かったみてえだが。な、何？ラクリモサ、俺たちが淘汰されるだと？ったく、なんでお前はそういうことに巻き込まれちまうんだ。ええ、仕方ねえ。こっちはどうにか持ちこたえて見せるぜ。お前はとっとと行ってこい。絶対にやられちまうんじゃねえぞ。ったく、お前ってやつはマジで一緒にいると飽きねえぜ。何安心した顔をしてやがる。別に褒めちゃいねえぞ。ほら、お前らはとっとと行ってこい。絶対にやられちまうんじゃねえぞ。ドギいい人だよね、本当にね。漂流村の教官もね、もうほとんどね、マックスに近いんで、制圧戦もね、これもね、いけるよね。これでもやったら結構密林で侵食隊ね、まあ多分エリア的にジャンダラムとかも多分出てくると思うんですよね。よし、じゃあ発酵樹液渡しましょうか。ほい。アドル、もしかして見つけてきてくれたのかい？おう、ありがとう。これで立派な浸水隙ができるぞ。よーし、そうと決めれば早速仕上げに取り掛からないとな。アドル、君はみんなに声をかけてくれるかい？おう。こうして漂流村を挙げての浸水式が始まった。まるでお祭りのような騒ぎの中、伝統にのっとった式が進められていく。お、落車がかけたのか、白ワインを。いや、立派な船になりましたね。まあ、もちろん名前をロンバルディア号にするんでしょうね。全体には発酵樹液が景気よくかけられ、そして、おっと、出してしまったか、船を。え、何これ、もう出ちゃうのこれ、もしかして。すんげー。見ろ、船だぜ。ぐす、夢じゃないわよね。私たち本当に。ええ、あとはこの事態を乗り切るだけよ。私まだまだ頑張れる気がします。わしもふつふつと力が湧いてきたわい。よっしゃ、みんな絶対に持ちこたえてやろうぜ。本当によかった。やっとここまで来たな。ああ、そうだな。ここでくじけるわけにはいかない。船長の意志に報いるためにも。アドル、今まで本当にありがとう。やっとロンバルディアの船員として一つ務めを果たせたよ。きっとあと少しだ。よし、改めて最後までよろしく頼む。はい、歌手の好感度が上がりました。リュウジュの砲火を5個受け取りました。これはありがたいね、非常にね。よし、歌手の好感度が上がったということで、ヤードル、これから創生に取り掛かるところさ。炎の調整や甲板の装備、食料庫を作ったりするんだ。ああ、これが終わればいつでも出港できるようになる。みんなの期待に応えるためにも必ずやり遂げてみせるさ。なるほど、仕上げをねやるといったところでしょうか。
うん、飽きてる表示物久しぶりだね。お、アウラソウ。よし。あ、船。これが我々の船か、脱出用の。ちっちゃいな。ここに乗れる24人も。絶対これあれだよ、沈没するよこの船じゃ。ロンバルディア号並みの船にしてくれないと。アドルさん、こんな時だけど改めてお礼を言わせてほしいな。アドルさんのおかげで全ての記憶を取り戻すことができた。幸い辛い記憶も多かった。でも私がここにいる理由、それがアドルさんを待つためだって思い出した時、すごく嬉しかったな。最後の選択だけは間違っていなかった。そう思えることが幸せで。そう、私はこの時のためにアドルさんに会いに来たんだよね。あとはラクリモサを何とかすることさえできれば。行こうアドルさん、いざセレンのその絵。でもラクリモサをさ、その解除したらさ、もう寿命が尽きてるダーナってさ、私いなくなると思うんですよ。アドルはまだ寿命があるからさ生きていられるけど、ダーナはね、本来だったらもうお亡くなりになっている年なので。時代超絶の人員を増やしたいが、その間は手薄になりやがる。はん、やっぱどう見ても限度ってもんがあるぜ。ま、士気が高いのだけは救いってところだな。うん、籠城戦の一番の問題は士気の維持だからな。あとどこに持つかだが、やるだけやるしかねえな。お、探索の心得、獣、なんか新しいのが増えてる。獣に対処する術が記された古い書物、使うと冒険の装備数が増える。じゃあこれはね、もらいます。ね、小さなルビー、小さいが情熱的な美しさを秘めたルビー。これはでも誰だろうね、年代物のティーセット。うん、優美な、花の衣装のカップと操作を喜びそうな人に贈ろうと。闘志の鞘。あー、これはさ、これはもうあの人だよね。うん、まあ、とりあえず全部もらっちゃいましょうか。ほい、よーし。アウラソウは持ってるから別にいいと。やっぱね、闘志の鞘はこの人ですよね、シルビアさん。アドルはシルビアに闘志の鞘をプレゼントした。これはまた見事な鞘をくださいましたね。実はもともと持っていたものは船が転覆した時になくしてしまいまして。サイズもぴったりだ、本当に助かるよ。どうもありがとうさん。それにしても立派な剣ですね。うん、こいつは昔コロセウムで優勝した時に手に入れた騎士剣でね、なんと皇帝陛下から直々に賜ったもので、私の誇りなのさ。うん、なんだか血がたぎってきちまったから、剣の素振りでもしておくかね。アドル、お前さんも付き合いな。望むところです。うん、威勢のいい男だね。ならいつもの3倍の量で行くよ。シルビアさん、めちゃめちゃシルビアさんにしごかれてしまいました。よし、ルビーはダーナかな。誰だろうルビー。あ、文字入りの万年筆。エアランの指示で籠城戦の布陣を見直しておるところでな。なのに状況は厳しいが、皆の力を合わせればなせないことはない。お前さんたち安心して探索に出向くといい。うん、じゃあ文字入りの万年筆渡そうか。アドルはタナトスに文字入りの万年筆を渡した。うん、この万年筆はすっかりすり減って見づらいが、面も、そしてわしの署名である T の文字が刻まれておる。間違いない、こいつはわしがこの島へ来たての頃に落としたものじゃ。ずっと探していたんじゃが、なかなか見つからなくての。感謝するぞアドル。うん、大切なもののようですね。そうじゃな。ま、思い出の品ってところかの。実はこの万年筆はわしが探検家になったばかりの頃に自分で買ったものでな。正直身の丈に合わん買い物じゃったが、だからこそいつかこいつに見合った功績をあげると意気込んだもんじゃ。壊れても何度も修理して使ってるあたりは随分みみっちいがの。うん、なんて書いてあったんですか。人はいつか死ぬことを忘れるな。ま、初心を忘れるな、一生懸命やれということじゃ。今ならここにユーモアの文字を付け加えたいところじゃが、ともあれわしも探検家としてアドルに負けておれん。
この万年筆にもまだまだ頑張ってもらわんとな。はい、タナトスの好感度最大になりました。イベントありかな、タナトス。あるね、タナトスさんも。じゃあタナトスさんのイベント見ましょうか。アドル、コーヒーを入れたんじゃが一緒に飲まんか。そういえばアドルはそもそもコーヒーを知っておったかの。うん、聞くのも飲むのも初めてです。いえ。そうか。じゃがまあ無理もない。今はまだごくごく一部の間でしか知られておらんからの。さあ、ともかくまずは試してみるといい。どうやらお前さんの口には合わなかったようじゃの。お念のため断っておくが、コーヒーはこの苦味こそが醍醐味でのリコッタのお茶も絶品じゃが、たまに無性に飲みたくなるんじゃよ。まあお前さんももう少し人生経験を積めばうまく感じられるようになるはずじゃ。ところでコーヒーはとある木の実から作るんじゃが、その木はアフロカ大陸に生息しておっての、今回はわしが以前持ち帰ったもので入れたんじゃ。どうやらお前さんはアフロカに興味津々のようじゃな。何を隠そう、わしは長年アフロカを調査しておっての、かつてはスハラ砂漠の南側に足を踏み入れたこともあるんじゃ。驚いたかの。ちなみにこれは変な話じゃが、未踏の地への挑戦には人脈はもちろん、時として莫大な資金が必要になる。その中でわしはとある公爵閣下の支援を受けておっての、2年前に大規模なアフロカ探索計画を立てたのじゃが、その前段階の航海でこのセイレン島に流れ着いてしまったのじゃ。当初はどうしたものかと思ったが、島の探検は想像以上に刺激的で楽しいものじゃった。それに何よりリコッタと出会えたことが大収穫での。この年になってこれほど大事に思える存在に出会えるとは。今まで自分一人で突っ走ってきたが、本当に不思議な感覚じゃよ。前にも話したが、わしはこの島を出たらリコッタに、あの子にいろいろな世界を見せてやるつもりじゃ。その上で何を選択するかはもちろん本人次第じゃが、いずれリコッタと共にアフロカに渡るという可能性も十分にあるじゃろう。そうなるとアドル、お前さんとはどこかで鉢合わせするやもしれんの。その時はまた改めてわしが入れたコーヒーでも飲むとしよう。うん、今度はリコッタも一緒に、今度はドギも一緒に。いや、リコッタも一緒にだね。なあ、きっとその頃にはとんでもない別品になっておるじゃろ。じゃがわしの目の黒いうちは間違っても惚れるんじゃないぞ。はい、タナトスさんのいいイベントが見れましたね。本当にこう父親としての自覚というかね、そういう役割をねしっかりこうこなしていこうというタナトスさんの気持ちが感じられました。そしてグリゼルダ、よくぞここまで見事な集落を築き上げたものだ。全くもって恐れ入る。だが古代史たちがこうも攻めて立ててきては落ち着けるものも落ち着けんな。これからは当然私も迎撃戦に参加させてもらう。どうか改めてよろしく頼む。これからはってことはまだもう一回来るかな、迎撃戦ね。よし、そしたらエドね、エドに小さなルビーを渡すっていうのがあったので渡しちゃいましょう。アドルはエドに小さなルビーをプレゼントした。え、これはルビー？それもかなりの純度みたいだけど。いやいや、こんな値打ちのありそうなもの受け取れないって。
プレゼントの材料さ。プレゼントの材料、男をあげるんだ。どういうこと、プレゼントの材料さ。男をあげるんだ。男をあげろって。これで何か作ってアリサにプレゼントしろと、そういうことかい。なるほどな。ありがとうアドル、本当に嬉しいよ。実はアリスにはまともな指輪をくれていなくて、こいつを結婚指輪にできたらどんなにいいだろう。きっと喜んでくれるよ。あ、僕もそう思うよ。せっかくだから早速エーランさんに相談してみるか。こうしてエドは早速エーランに習い、ルビーの指輪をこしらえるのだった。アドル、ありがとうアドル、おかげで素晴らしい贈り物が完成したよ。こいつをいつプレゼントするか実はもう決めてあるんだ。その時が来たら報告するから気長に待っててくれ。はい、エドの好感度最大になりました。まあいつ渡すかってさ、恐竜島出る時でしょ多分。いやーすごいね。そしたら、あ、いたいたいた。じゃあ、ヒーローガネ渡します。この輝きは素晴らしい。これこそ私が求めていた純度の高いヒーロー金よ。よくこれだけの品を見つけてきてくれたわね。心から感謝するわ。早速作業に取り掛かりたいのだけれど、究極の鎧に挑むからには決して妥協はしたくないわね。男性か女性、装備者が決まれば最高の防御力を追求できるのだけれど、男女どちらの鎧にするかどうかアドル、あなたが決めてちょうだい。え？もう少し考えさせてくれ。ふむ、突然聞いた私も悪かったわ。どちらの防具を作るか決まったら教えてもらえるかしら。はーい。まあでもアドリ用のやつは作りたいよね。そしたら鍛える武器は錬成でできるから、アドルこのやつ作っちゃいましょうか。最後の武器かな、アドルの天剣ハイペリオン。天空も断ち切る力を秘めた最高峰の剣、天空ハイペリオン。いやーかっこいいね。そうしたら降臨イリアスハーツをちょっと鍛えとこうか、強化でね。はい、ダーナの交換イリアスハーツを最大までしちゃいましょうか。陽光画と竜門岩でね。ほい。さあレベルマックスになりました。277か。天球ハイピリオンもう一回いけるかな。では始めましょう。はい、アドル君の武器もレベル2にしましたよ。3は無理か。宝剣メリクリウスは上げられるかな。あ、いけそうだね、メリクリウスね。メリクリウスレベルさ、マックスまでいけんじゃないこれ。あ、いけそうだね。月栄翼かなんか結構手に入ったもんね。よーし、270まで上がったか。リヴァイアさん、これいけそうだね。余裕で成長校がいっぱいあるもんね。リュウモイヤもかなり手に入ったね。過去編でいっぱい手に入れたからね、ダーナがね、過去のダーナがね。よーし、310か。よーし、ハイペリオンのこの陽光画だけが1個足りないんで、ちょっとね、陽光画をね、1個取ってきますね。多分くれるので、ハイペリオンも最大にしましょうか。おいー、いいね、284。アドル君、アドル君のハイペリオンの方がやっぱちょっと強いね、284で。全員の攻撃力ちょっと見てみようかね、チラッとね。ダーナが612、サガド748、ラクチャ528で、アドルは559。あれ、アドル攻撃力低いな。ダーナよりも低いぞ。だってヒュンメルと大して変わんないもんね、アドル攻撃力は。なんでめっちゃ弱くない、アドル。ちょっとアドル切ないな。ハイペリオン装備してもこれか、559しかないのか。はい、じゃあね、年代物の T セット渡しましょう。アドルさん、アドルはフランツに年代物の T セットをプレゼントした。ほう、これはなかなかのディ・グランゼールではありませんか。紅茶を美味しくいただけることで有名なアンティーク食器でしてね、私のお気に入りなのです。気に入ってもらえてよかったよ。いや、その驚きました。本当にありがとうございます。このような品を見つけて、しかも私に送ってくださるとは。なるほど、お人よしていて抜け目がないと言いますか、やはりあなたはどことなく旦那様に似ておられますね。落差にも言われたよ。おお、
そうでしたか。では私一人の思い違いではなさそうですね。失礼、少々考え事をしてしまいました。そうです、アドルさん、今お時間よろしいでしょうか。フランツはアドルを席へと案内し、簡単なお茶会を開いてくれたのだった。本日の紅茶は爽やかな香りが特徴のセイレント産ティルモーニ、茶菓子はティラミスと桃のマドレーヌでございます。どうやって作ったんだい。主人の心労を癒すのが執事の務め。どうか些細は捨ておき堪能ください。しかしやはり美しい食器があると茶会も華やかになりますね。これは近いうちにお嬢様にもお入りして差し上げなくては。驚かれる顔が実に楽しみですね。おっと、フランスの交換の最大になりました。おっと、まだイベントがあるか。フランスってアドルのことをちょっと旦那さんと見立ててちょっとね、いろいろやってくれましたよね。あなたアドルさん、あなたは私が思った以上の人物とお見受けします。このような事件に恐縮ですが、どうか少々お時間をいただけませんか。一見穏やかな光景ですが、いつ古代種が襲来するとも限りません。アドルさん、我々に果たして勝算はあるのでしょうか。なんとかなるさ。あなたがそうおっしゃるならば、私も安心でございます。アドルさん、いえ、アドル様、誠に勝手ながら私からあなたに一つだけお願いがございます。未曾有の事態となりつつある今、私も命を賭して行動するつもりですが、私に万が一の場合があったとき、お嬢様のことをお願いしたいのです。落差が大切なんだね。それはもう、お嬢様は幼い頃から貴族らしい気高さと人を思いやる優しい気持ちをお持ちでした。ただその誇り高さゆえに、未熟な自分を受け入れることができない。身の回りを預かる私にとって大変もどかしく心配なお方なのです。ですが、そろそろお嬢様の手助けは不要かもしれませんね。アドル様のおかげでお嬢様はご自分の器を随分と広げられた様子。今は彼女の気高さと意志の強さがしっかり噛み合っているように思えます。ロズウェル家の苦難も今のお嬢様なら乗り越えていけるのではないでしょうか。今後が実に楽しみです。執事なら見届けなくてはね。彼女にはまだ助けが必要だ。執事なら見届けないとね。これは一本取られました。そうですね、私もここで力尽きるわけには参りませんね。しかしそうなると、アドル様にはますます期待したいことがございます。いえ、責任を取っていただきたいことと申し上げた方がよろしいでしょうか。何のこと。そのようにとぼけられても、まさかそんなところまで旦那様に。なるほど、これはまだしばらくお嬢様にお仕えする甲斐がありそうです。アドム様、今後ともよろしくお願い申し上げます。責任っていうのは、要は落下が、アドルのことを好きだっていうことを、フランツは見抜いていると。好きにさせた責任を取ってよっていうことですよね。落車。ここね、真面目な会話してるけどね、裏ではフランツがね、そういうふうにアドルと、落車の様子を見守っていると。
私も今後は一層気を引き締めてことにあたるといたしましょう。アドル様もどうかお気をつけて、お嬢様をよろしくお願いいたします。はい。うん、カーラン卿ね、これこれ、二度と領地を離れることなく幸せに過ごすのである、カーラン卿。うん。で、新しく入ったあの女性のね、あ、グリゼルダ、グリゼルダ、レオの良縁を願うグリゼルダ。なんだレオってスリセタの樹海っていうね、ゲームで多分関係した人なんでしょうね。師匠と話そうかな。師匠はやる気満々だ師匠。はい、ということでですね、グリゼルダさんのね、人物表読みましょうか。ロムン帝国の第四皇女にしてセルセタ総督を務める高潔な女性、毅然としつつも心優しき人格者、おごらぬ皇女、皇女という立場にありながら自らをただの漂流者と思うようわざわざ申し出た。やっぱり皇女じゃないかこの人、グリゼルダさんはい、ということでですね、あれから探し回ったんですが、お宝はですねもう一個見つけられなかったので、今回はここで終了したいと思います。はい、だいぶ進んできまして、次回は王家の谷の、奥にあるセレンの園ですね、そちらを目指していきましょう。が待ってる。はい、ということで今回はここで終了です。チャンネル登録グッド評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。